自己紹介をお願いします。背番号24番高橋直江です。日本選手権の方は近づいてきましたが、実感の方は湧いてきました。そうですね、一日一日日が経つにつれて時間湧いてきました。チームとしては7年ぶりとなりますが、以前のチームと変わりはありますか？そうですね、自分は2年目なんですけど、去年と比べたらやっぱり勢いとかここ一番での粘り強さはついてきたと思います。今回の相手日立となりましたが、ここは日大が勝っているなというところはありますか？そうですね、やっぱり予選でも勢いで勝ってきたので、勢いとあとは元気だけは負けないと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。